超借金大国日本、無責任な政治家や国民だらけの日本、そしてリーダー不在の日本。あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか？日本を再興しよう。この日本を変える主役はあなたです。田中康夫が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本再興へのシーズをプレゼント。この種を育むのはあなた。私、田中康夫と今本博武、京都大学名誉教授が向かったのは岡山県と隣接をする兵庫県佐用町です。8月9日に日本を襲い、死者行方不明者20名を超える大惨事を引き起こした台風9号が最も被害をもたらした町、佐用町に到着後、災害対策本部のある佐用町役場へ、そして本部長であります安座子紀明町長から今回の状況を伺いました。どうも、本当に大変な被害になりましてですね、本当に皆さんにご支援いただいて、今本当にね、なんとか住民の皆さんの生活を、なんとか寝れるところだけでも作らなきゃいけないような状態で頑張ってるんですけども。実は安座子町長は、今回の災害は山間部に放置された間伐林や切り捨ての間伐の倒木、前回の台風の時の倒木、これが大きな被害の原因と考え、国の林業政策の改善が必要だと、私が知事時代に述べていたことと同じですね、森林ニューディールをこの町長もですね、実現せねばならない、しかし財源がないということを訴えられました。山林においてもですね、もう昭和30年のですね、今値段と一緒なんですよ。でもう切ったものをですね、搬出して出して製品にしたら全部赤字です。でまたから結局倒れても切ったものはそのまま切っておくと。で今の間伐でもですね、もう間伐しなきゃ分かるんですけども、間伐した木をその全く商品価値がない、そこにもう倒したまま置く。で今回でもそれがもう全部山からボンと流れて、それが河川を見ながら全部その流木となってですね、施設を壊していったと。もっともずっとだんだんその黒部ダム作った頃と違って、ダムっていう装置のお金の生み出すために何か行政になってないかという中で、私のダム宣言って2001年に出したら、ダムが悪いとかじゃなくて、やっぱダムの前にこまめな浚渫や護岸整備や上流の森林整備、そういう総合的なことをしなきゃいけないんじゃないかっていうのがあの思いでして、ダムによる前にもっと行うべき治水をしようという考えでございまして、あれだけの雨が降りますとね、日本のどの町であろうとどうしようもないです。どうしようもないんです。今の状態の土木の河川ではね、はい。そうしますと、こういう場合にどういうふうにしたらいいんだろうかというのが、これからの一番大事な問題ですね。だから僕はもう、ぜひね、国の方針として、今回のね、衆議院選挙始まりますけども、そのマニフェストでもですね、その何を出します、金を出します、無料しますというものじゃなくってね、国自体がですね、もう10年後には食料自給率を 100% にしますとかね、もう森林をですね、本当に日本の国の森林で家を作って、もう季節を使う家事にしますとかね、そういうマニフェストを出してほしいんですよ、実際。やっぱり都市部なんかは本来決壊したようなところに今家を建てちゃう、建築許可してるわけですから、そういう家屋を移転することも、これは裾野の広い公共事業の経済効果でしてね、発想を変えないといけない。私たちも5年前に大きなのがあって、そこでやっと建て直った人たちもですね、もう一度そこでね、その家を建てていこうというようなですね、もう意欲も、その気力もなくなるんですよ、家がたくさん出てきてるんですね。多分そういう気持ちだと思う。そうですね、だからもうやっぱりそういうところにあればね、先生おっしゃるように日本の今の日本の河川でしたら、もうどうしたってこれは繰り返す。そしたらもう安全にするためにはですね、もうそういうところから住宅はもうなくすと。それ以外ないです。ほんでやはり安全な集合住宅なりですね。そうなんです。そういうこれから高齢者の皆さんがそのバラバラにならずにですね、地域コミュニティをなんとかこのちゃんと確保しながらですね、生活ができる、そういうその復興の災害対、復興住宅をですね、建設して、本当に危ないところからもう家をなくすというね、そこで再建するようなことをやめるというようなことをですね、必ずできないということを今、総務大臣にもですね、お話しさせていただいて、進言させていただいたんですけどね。
先生どうもありがとうございます。いろいろとこれから専門的なですね、はい、またご指導のいろいろなことを上映してください。はい、ありがとうございます。ぜひね、やっぱり一つのモデルにするぐらいになるようなね、復興しなきゃいけないというふうに思いますので、ね、そう思います。はい、はい、はい、どうも。田中康夫の日本最高、こんばんは。お待たせをいたしました。本日は冒頭に流しましたのは8月の上旬にですね、岡山県との境にあります兵庫県の佐用町、大変な台風の被害が起き、多くの人命が失われました。この場所を京都大学名誉教授、元防災研究所長、さらには皆様ご存知のように淀川水系流域委員会の委員長を務められた今本博武さんと一緒に訪れた映像であります。改めてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この安座子紀明町長、今最後のところもきちんと危ない場所にまた家を建てたり、うん、その旧来型の治水で堤防だけしても同じ災害が起きないかと、もっと安全なコミュニティをどう作るかを国が考えるべきだと。そうですね、うん、これまでの堤防というのはある、計画洪水と言ってるんですけど、ある水位までは、うん、補強するというか、守りますけど、それを超えたら死にませんと言うんですよね。いや、これは以前にお話したかどうかですね。口を開けば国民の生命と財産を守りますと、政治家も述べ、そして農林水産省や国土交通省も述べてきてるんですが、その川の河川管理者がダムも作っても、新潟県の刈谷田川、五十嵐川というところの2つのダムが100年確率、100年に一度の大雨に耐えられると。ところが実際にはその局地豪雨だったので大きな雨になり、ダムの放水の手順もいささか機敏でなかったことで、堤防が先生確か壊れて多くの方が亡くなられたと。しかしこれ誰も業務上過失致死や傷害にも問われてないと。列車事故や航空事故が起きればですね、経営者に至るまで問われるのに、不思議な。日本は今までに岸辺のアルバムの多摩川の狛江市のところの堤防が決壊した、あのことしか河川行政の、そうですね、問われてないんですね。まあ、ああいうことがあったがために逆に問われないように、うん、はい、問われないようにしてるわけですね。なるほど。しかし自然現象ですので、ね、洪水というのは、はいはい、ここまでは責任もしますと言ったって、それを超えることいくらでもあるわけですよ。その時にここまでしか持ちませんと言ってますよということで逃れようとしてるんですがね、私はこれはやるべきことじゃないと思います。以前先生にもお話したんですが、金融工学と、先生がなさってきたような新しい河川工学じゃなくて古い河川工学は金融工学と似てんなと。ディリパティブ商品といって確率論で必ずこれは儲かりますと言ってたのに、儲からなくても CEO はお金だけ退職金だけもらってとんずらしちゃって、多くの人は自己責任出したと言われると。しかし川はみんなのものであり、皆さんのために管理しますと言いながら、その経済が歴史現象ですから二度と同じことが起きないように、自然も科学ですから、これは二度と同じ状況では起きないのに、必ずこういう雨ならばこうですっていう確率論になってるので。そうですね、確率論である程度把握しておくことは大事なんですけどね、はい、それで全てを支配するというのは私は間違ってると思います。この安座子紀明町長が冒頭にそのおっしゃっていた、まさにその、5年前の台風23号の時の倒木がそのまま、その大きな堤防は県も国も作ったけれども残されていて、町の財政の中ではこれも搬出できない、ね、これが流れてきて結果としてもっと大きな洪水になり、はい、人々が亡くなってしまう。そうですね、本当にこういう、流木、木が倒れて、よく台風の後倒木と言いますかね、風で倒れた場合もあるわけです、はい、でこれもほったらかして、そのままではそう簡単には出てこないんですけども、斜面そのものが壊れたらもう一挙に来ますのでね、やはり倒れたのそのまま置いておいたというのはよろしくないですね。まさに林野町の予算は繰り返しますが、わずか3700億円しかないという巨大なダムの1基分、林野農林水産省の公共事業費は年間2兆5000億円くらいもあると。
しかもこの3700億円の中で森林の間伐であったり植樹であったり森林整備に使っているのは 8% で、残りの 92% は山肌を削る大規模林道であったり、ダムにもならないようなその沢にコンクリートや鉄を埋め込む公共事業だと。しかしこれもまたその大半のお金は中央のゼネコンに流れていくわけですから、ここの部分を変えないと森林が日本の面積の7割を占めているのに森は荒れ果てていると、このことをまあ町長はある意味ではおっしゃっているのかと思います。ではですね、続きましてこの大変な被害を受けられた地区に実際に今本名誉教授と伺い、地域の方のお話をお聞きし、またその現場を見る中でですね、河川工学の専門家である今本さんのですね、的確なあの指摘をお聞きいただきたいと思います。続いて私と今本名誉教授は役場から約20分の久崎地区へ出かけました。堤防の決壊により多くの家屋が倒壊や床上浸水の被害に遭った場所です。まあ、そこがもう決壊してね、そこが決壊、はい、あこれも床上ですわ。どこだったこちら、うちがこっちを、そうですか。で堤防でね、そこを、はい、決壊して、まあ溢れ出て、はい、まあ何かな、水水や、はい、こうね、えぐれるんかね、こう、流木が流れたら、家が、ここもやっぱ流木が、流木が来ました。それ来ましたよ。だからそれが町長と話したのは、前回の台風の後もね、流木、切り捨ての干ばつを国もお金かけんし、木も搬出できなかったのが、ちょうどね、そこの隣のね、が材木屋なんですわ、はい、そこの、親さん分かる、その人に聞いてもらった流木関係をね、はい、一本持って帰っとるはずです。さらに続いて実際に堤防が決壊した現場へと今本さんと向かいました。これが現応急処置はされているんですが、かなりこの堤防には問題が本来あるのではないかと、実際に目撃をされた現地の方からもお話を詳しくお聞きしました。で僕はその前の電柱に登って4時間ぐらいおったんですよ。だから崩れをみんな見てましたよ、自分のところの家が。あ、家から出て電柱登ってた、だって家から出て帰るのに急に水が増えたから帰れなくなったんですよ、一瞬のうちに。それぐらい水いっぺん増えたんですよ。崎ブラックの人は早くから退避してくださいって、ブラックで要するにあるからそういう電力、それを機械のね、役員っていうのは全部伝えてたから、早めにみんな対処取ってはったから人災出てないんですよ。僕はね、あの橋の欄干がね、見えない時間が1時間以上続きましたからね、あの電柱に見てて、ね、それぐらいのね、水位まで上がってましたからね、あの水位まで来るとここはね、オーバーしましょうから、ただオーバーするだけの水の量だったらね、こんなに出てません、でそこで決壊したから急に水が出たんです、はいはい、向こうから見られてるようにね、要するに工事したところだけが壊れてるね、工事しないと壊れてないね、全く、自然の周りのところって残ってるんですよ、工事したところだけがバーッとついてるんですよ、だからいかに意外な工事か、なんでその水がね、引けかけにね、落ちるのかな、はい、びっくりしたんやろ。引くときにね、流速がつきますから、余計えぐるんですよ。で、それで、ガッやっと耐えてたのが、バタンと落ちるんですよ。あったもんな。ああ、そうですか。びっくりしたよ。向こうからちょうどこれ、水晶部になってますね、あのまあ水が、こうカーブしてますので、ね、はい。で、水晶部ですから、ブロックを置いて、テトラをね、もともと。で、この堤防を守ってたんですけども。それ以上にだこの中っていうよりもむしろ上流が水位が上がったからここで、もう関係なくしちゃって、はい、これがもう、ね、こんなところじゃないですから、じゃあこれどうしたらいいのか、じゃあ堤防もっと高くすればいいじゃないかという人もおるかも分かりませんけど、私はそれは無意味だと思うんです、高くしてもまた超える時が、ね、少なくともこの地区にとって大事なことはこれだけの災害に遭いながら人が亡くなっていないということです。つまりうまく対応してられるんです。先ほどの方も逃げずに2階にいたわけですね、これ逃げたらどうなったか分かりません。そういう意味でこれからのまあ避難のあり方、こういうことはね、日本全国どこででもこれだけの雨が降ったらこれ時間より80ミリになってるんですね。こういうのめったにないことですけど、だけどまあ30年だとか50年単位で見たらやはり起こり得ます。同じようなところ日本全国ありますので、本当まあこれを教訓にして今度こそ本物の治水計画を
だから、今本が言っているのは、はい、もう本当に家屋も流されそうという場合には、その家屋から避難する必要があるけども、やはり避難所が川の向こうにあると、川が越流しているということであれば、やはりその自分のところで2階に上がる、あるいは隣のお家に3階建てなら移るとか、そういうことで今回の場合にも避難勧告を出したのが 早かったのか早くなかったのかって、その現場の位置、自治体の話になってますけど、私はやはり家屋移転や森林整備ということで言えば、これはもう国全体が頭でっかちで整ってなかったことですし、今で言えばその避難に関しても避難所ありきではなくて、その家の2階に逃げるかどうかっていうことの選択肢をきちんと住民の方にお伝えする消防行政が必要かなと思います。多くの地元のメディアも来てたので、はい、ついつい仲間内なので、はい、今本さんと言わずに今本も言いましたようになんて述べておりましたけれども、本当に私にとってはですね、今本博武さんは本当にこの治水にとどまらずですね、日本の未来の在り方を教えてくれるもう師匠のようなものでありますけれども、この佐用町の状況、そうですね、私もいろんなところを見てきまして、本当にどこ行っても共通点といいますか、あるのは、ある程度異常な雨が降ったらああいうふうになるんだと。でも非常に佐用町の場合でも残念だったのは、堤防の切れ方を見まして、全部吹っ飛ばずにまだかろうじて一部残ってましたのでね、そういう意味ではまだ良かったんですけど、もし堤防が切れなかったらどうだったんだ。しかも改修したところだったと言いますのでね、もう少しきちんとどうした堤防、これは実は技術がすでにありますので、切れそうなところはもう少しきちんとした、たとえ越水しても耐えれるような、これは技術的に無理だって言うんですけども、本当はできるんです。それをやっといてほしかったなという気がしましたね。別に責任追及をするんではなくて、通常何か事故が起きた場所を改善してもまた同じ事故と起きれば、これは厳しく問われるのに、何も問われない。そうですね。繰り返しますが、町長がおっしゃってた、もっと他にやっておくべき上流の手入れもあったのかもしれませんが、しかしそのなぜああいうその当たる場所だから、もともとそうするともっとその当たる前のところで段階的にこう弱めるような方法もあるんですか。普通はよく前に水性だとかそういうものを置いてもう少し強固にするんですけども、ところがね、あそこの場合に、回収する以前は下半林もずっとあったというんですよね。 あそこの部分が、松田とかそういうのが生えたと、である程度 の、気がいかんという人もおるんですけども、これは何とも言えません。おそらく、流れの間に根を張ってしまって強くなる場合だってあり得るんです、でそれを取ってたまたまあそこのところを回収したところに、おまけに橋に流木が引っかかって水位が上がって、あそこで越えたと。でしばらく持ちこたえたんです。先ほど電信棒に登って見てたという方がいますと、越えた水が堤防の、のり尻といいますか、そこを削っていって、で後でガサンとこう壊れたというんですね。ですから、ここのたとえ水が越えてもその堤防が削られないようにきちんとしておけば、もっとあと数時間ぐらい持ちこたえたと思うんです。もしそれができていれば、あそこの被害はだいぶ違ったでしょう。そういう意味で私は治水というものを、こういうことが起きるんだということを根底において考え直す必要があるんじゃないかなと思いますね。一例を挙げれば、日本開国宣言の中ではその橋の橋脚もですね、橋脚がないような橋も技術的に作れると、橋脚を取り除いて橋脚のない橋にすることを河川局の予算でですね、道路局と一緒にやるということだって、新しい治水ですし、地元の公共事業かもしれない、流木が引っかかることもない、さまざまな方策があるのではないかという気がしますが、同時に皆さんもご存知のように、この佐用町ではですね、避難勧告が出たので子どもの手を引いてですね、その住宅から避難所へ向かう人が川の濁流でですね、子どもと一緒に流されてしまうという悲劇も起きました。
これ後半で少し喋ってましたが、はい、この避難勧告というものをどういうふうに捉えるか。私はね、避難、この避難というのをもっと実態に即して計画そのものを立て直さねばならないと思ってます、うん、それはこれまではまあ避難準備あるいは避難指示という形でそれを出せばいいということだったんですけども、うん、受け取った人がそれにどう反応すればいいのか、真面目に考えたら避難しなさいと言われて避難しようとする、うん、ところが外はもう水が流れて真っ暗な中は非常に危険です。で、私もいろいろ現職の頃に避難の実態を調べましたら、うん、ああいう豪雨の中で逃げれるというのは1分間で行けれるところ、つまり距離にしたら100メートル以内でないといけないんですよ。で、本当に逃げなければならない人というのは、私は水で、洪水があふれて家が流される、うん、あるいは土砂災害、土砂災害の場合にはこれはどこで起きるか分かりませんので、とにかく斜面の下あるいは土石流の問題、それは逃げるべきだと思います。しかしそれ以外の普通の浸水の場合ですね、うん、この場合に浸水が始まってから逃げた方がいいのかどうなのか、これは今まであまり研究されていませんが、うん、新潟水害の時でも亡くなった人の大半が実は避難中なんです。あ、避難の時、まあ心配になって田んぼを見に行って、うん、用水路に足を踏み外したとか、うんうんうん、そういうのも入れますと、はい、本当に極端に言えば何もこれは洪水氾濫の場合だけですけど、はい、じっとしていた方が助かった場合がある、うん、新潟の時で非常に悲惨だったのは、身動きができなくてそのまま溺死してる方がおられるわけですね、まあ、その川の水の勢いが強くて、いや水がどんどん上がってきて階段一段登ればいいのに動けないもんだから、うん、亡くなったというケースがいくつかあるんです、うん、これはもう本当に悲惨というのは、まあ、どうして近所の方なり何なりができなかったのかと残念に思いますけど、それ以外は多くの方がむしろね避難の途中で亡くなってるんです。確かにこの佐用町の場合にもですね、はい、新しいまあその分譲の住宅地で、はいはい、むしろそこに留まられていれば事なきを得たと。しかし避難所は川の向こう側であると、はいはい、でこのことをマスメディアもですね、避難勧告が早かった遅かったと言っていますが、これは一つの国土交通省の大きな問題で、各地の基礎観測所というのも、まあ、IT 網ができたからとは言いますが、全部無人観測所になってきていると。そうするとこれはやっぱりその発出所であったり郵便局同様ですね、各地の小さな測候所の人、まあ、その公務員の改革は必要ですが、これも一つの非常にその地域のですね、職人のような空の状況やその数字だけでなく、早めに避難しようとか避難逆にしない方がいいんだとか言えるのに、そうですね、もっと本当避難というのは単に避難場所を決めたらいいとかいうだけじゃなく、どういう時に避難すべきか、これを検討し直す必要がありますね。でこれがそのまさに一自治体の長がですね、うん、何かメディアも問われるようになってますけど、はいはい、こうしたことこそ本来は中央集権とは違う意味で政治のリーダーシップを振るわないといけない、はいはい、治水と同じようにですね。そうです、私はこれも治水だと思うんです、うん、そうしますと国ですと全国でいろんな経験を持ってます。町っていうのはめったにそういうのは起きませんのでね、はい、そういう意味で国の指導が必要だと思いますね。だと思いますね。だと思いますというよりも、むしろそうしたことをきちんと示す、うん、これは前回間本さんと出た時にも、アルゴアの不都合な真実の話をしましたが、はい、単に危ない危ない、単に地球が滅亡するというのではなく、じゃあ私たちはどういう社会にするのか、またそのするためには工程表として、このようにやっていくから、皆さん一緒にこれを支持してください、協力してくださいと。これがもしかすると行政刷新ですし国家戦略かと思うんですが、その前の非常にさまつなマニュアル的なところにとどまられている。でその象徴が最もですね、自然ということとどう折り合いをつけるかという治水というところで、この間非常にこう問題が噴出をしているという気がしますね、うん、
私はあの避難については命令といいますか勧告を出す人も非常に辛いところがあるんですよね。どこで判断したらいいのか。で例えばあの地震の場合ですと、どこかでちょっと揺れたら震度1の地震がありましたすぐであのテレビなりラジオで流れます。同じように私は河川もですね、ある水位を超えたときにどこどこで水位をあの危険水位を超えましたというのが自動的に流れるようにしていただけないかなと思ってるんです、はい、昔はまあ地域の有線みたいなので、あのよく学校のところにもスピーカーがついてたりしましたけども、はいはいはい、今逆にネット社会でもあり携帯電話も持っているわけですからね、はい、地震の場合には非常に広い領域ですけど、河川の場合にはその川の領域だけという差はありますがね、そういうことをこれから考えていって、本当に洪水で人の命をなくすということだけは何とか防がなければならないと思います。それはとても今のお話は大事なことで、ウェザーニュースのようなところが有料で携帯電話にもですね、雨の状況とか津波の状況、地震の状況も流してますが、こうしたことにこそきちんとですね、無駄遣いではなく税金を活用するということが本当は大切なんじゃないか。まあ、あの今本名誉教授は以前から申し上げているように河川工学の権威でありますし、またその治水というのはやっぱりこれ本来中国の昔から最も国家が問われる内容だったんですね、はいはい、と政治のまさにそのリーダーシップが取り巻きのためでなく、その自分も含めた民のためにどういう決断をするのかと、はいはい、まあ、この佐用町の問題というのはまさにその治水にも王道はないというかですね、まあそうですね、いろんな方法があります、うん、ですけども治水こそは何が大事なのかといえば、うん、これはもう命を守ること、これが最優先です、うんうん、でそのためにはやることが、うん、私は環境にもつながっていくと思いますよ、うん、確かにそうですね、はい、まさに脱ダムということも環境の問題ではない、はい、地域の人がきちんと元気で確かに雇用が生まれ、そして地域のコミュニティが安座湖町長も言ったようによりきちんと確かなものとして機能していく、そのことが今回のような悲劇を未然に防ぐことにつながるのではないかと、8月に起きました台風での大きな被害が受けた兵庫県佐用町に2人で視察したのをもとにしてですね、今本博武さんとお話をしました。田中康夫の日本最高、それではまた来週お楽しみに、はい、日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けています。このままではあなたの子供や孫、未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります。共に立ち上がりましょう。日本最高の主役はあなたです。あなたの一票で日本が変わる。